岩ノエ・ボノオミは、第二次世界大戦前後のイタリアの政治家である。ボノオミは、マントバにて生まれる。1909年に第二院議員に、イタリア社会党員として当選するも、彼の改良主義思想と、イド戦争の支持により1912年、社会党から追放される。また、第一次世界大戦に際しては三国協商側としての参戦を、主張した。 ボノオミは1916年から1917年にかけて公共事業担当大臣を務め、1920年にはユーゴスラビアとの交渉のため国防大臣を務めた。1920年末には財務大臣に就任し、1921年には連立内閣で1回目の首相を務めた。しかし1922年初頭、ベニートムスソリーに率いる国家、 ファシスタ等の反乱により、連立政権は崩壊し、ルイージ・ファクタに首相の座を追われた。1922年10月に、ムッソリーニがローマ神軍によって権力を得ると、ボノオミは一旦は、政界から退いた。しかし、1940年に、ボノオミは反ファシズム運動に加わり、次第に、その運動の指導者となっていった。1943年に、 ムッソリーニが失脚するとバドリオ元帥が首相となって連合国への降伏交渉を行ったが一方ではアドルフ・ヒトラーのドイツはイタリア北中部を軍事占領しムッソリーニを主犯とするイタリア社会共和国を成立させイタリアは内戦状態に陥り国王ビトーリオ・エマヌエーレ3世とバドリオ政権はイタリア南部に逃亡したこの時ボノーミは 連合国側に立ち、イタリア社会共和国と、ナチスドイツらファシズム勢力から母国奪還の指揮を取った。1944年6月9日に、連合国軍がローマを回復したため国王と、バドリオ首相は首都に帰還を果たすことができたが、ローマを見捨てて南部に逃亡したという経緯があったため、国民の支持を失ってしまった。そのため、バドリオは、ボノーミニ、 首相の座を明け渡して政界から退いた。1944年6月18日に、ボノーミは正式にイタリア王国首相に就任して内務大臣や外務大臣などの要職も兼任した。1944年11月に首相を辞職しようとしたが、それは戦略的な坊主であったらしく、イギリスのウィンストン・チャーチルに続投するように促され、 第二次世界大戦が終結する1945年まで首相を務めた。憲法制定議会でのボノミ戦後もイタリア政府の仕事を続け、条約により憲法制定委員会も務め、1946年まで外相会議にはイタリア代表として出席した。1948年には元老院議長に就任し、死ぬまで務めた。ローマにて没死した。 77歳ボーツ。ウィキメディアコモンズには、イバノエボノウミに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。